し声の延長線上にこうあるような。確かに。だから、このエモーショナルがこう乗るのかな。何もかもが、はい、いい意味で、はい、自分のものになってる。おー、なるほど。まあ、個性的というか、歯の追随を許さない。この番組は、今日のスポンサーの提供だ。お疲れ様。なるんだろ強くなった気がするなんでこれお前もローリングにしてやろうOKOK ラチルラチル一発 OK です OK はずこれおもろ恥ずかしすぎ全然違いますし見た目も別にカッカじゃないしカッカそうそうカッカこんなことしてないしないし白塗りでもないしということでちょっとまあ導入を取らせていただいたんですけれども、はい、アイスクリーム講師のデスミンさんマホンとはいボイスドクターのリーです皆さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますということでですね、はい、今日も、リー先生こちら、生態の専門家元気のお医者様でございますけれども、お迎えして動画を撮っていこうと思うんですが、はい、今日の内容は、今日ははい、まあタイトルサムネにもあると思うんですけれども、うん、ハイトーン四天王について、あ、来ましたね。語っていきたいと思います。もうみんなが憧れる、うん、四天王というか、うん、みんな基本的に高い声って、うん、まあ出せるものなら出したいじゃん。出したいです。そうなんですよ、はい。まあで、日本には、まあレジェンドというか、うんまあ、たくさんいるんですけれども、はい、まあ一旦今回は、現時点で、我々の独断と偏見で、ちょっと4人選出させていただいて、それぞれの、できるだけジャンルもちょっとばらけるようにしたので、それぞれの魅力とか特徴だとか、その辺を紹介していければと思っておりますんで、それぞれのアーティストのファンの方はもちろんですけれども、センターして勉強されたい方とか、こちら専門家いらっしゃいますのでね、勉強されたい方とかも最後までご覧いただけるとめっちゃいいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。こんな感じで、このチャンネルでは発声関係のお話とか覚えてる関係の話、日々アップロードしておりますので、チャンネル登録、お済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いしますと。ということで、はい。じゃあ、行っちゃいましょう。さあ、ということで、はい。最初の、あれね。あれ。最初の導入。導入ですね。あれから行きましょう。相当照れましたけど。あははははそうですね。久々に照れました。あははは、そうですよね。確かに、あんまないですからね。大人になるとね、ああいうのないんで、はい。照れてもらいましたけれども、デーモン小暮閣下です。はい。はい、一人目。まずはデーモン小暮閣下です。閣下ですね。まあ、閣下ですね。はいうんうんうん、まあ、ここは入るでしょうね。そうですね。うん。閣下って、タレントとしても、割といろいろなね、こう、ニュース番組だとか、いろいろ出てらっしゃるじゃないですか。数学も先生ですしね。そうですよね。浅すぎるんで。そうそう。となると、はい、あれハイトーンっていうようなイメージを持たれている方も多いかもしれない。めちゃくちゃうまいですからね。そう。日本が誇るんですよ。いやいや、本当にそうですよね。それ結構知らない人いるんですよ。いや、マジでそうなんです。だから、他もすごすぎて、そうなんですよ。かける武井壮さんみたいな感じで、なんでもできすぎちゃうから。万能人間。そう、万能人間ってことなんですけれども、人間なのかっていう話ですよ、ね。まあ、確かに。うん、10万。そこはどうします？まあ、ここでは一応人間という形でいいですよ、ね。まあまあ、一応。一応ね。一応人間のくくりとしては。はいということで。ということで。そうそうそうです。ややこしい。させて、そう、ややこしい。させていただきつつの、はいうんうん、まあ、ズバリ、その、閣下の特徴っていうのは、はい、どういったところになると思いますか？そうですね、うん。弱点のない、はい、バランスの取れた、ハイトーン。そうなんですよね、うん。そうですね。これ、意外というか、安定感抜群なんですよ。やばいですよね。これね、はい。そうなんですよ、ね。不安にならないですよ、聞いてて。マジですよ、うん。あ、大丈夫っていう感じだ。そう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 。そういう印象を持っている方も、はい、多いと思いますし、うんうんうんかといってやっぱその歪みとかも入れちゃう、はい、ところもあったりとかで、うん、まあまあそのなんか現れてますよね何でもできるぜ何でもできるって感じですねそこにも現れてる極めて悪魔的なねちょっと言いたかったらいつ言おうかなみたいな悪魔っていうことそれがね言いたくて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 間違いないですねであとやっぱその歌唱の時、はい、先生おっしゃったものの通り、うんうん、めちゃくちゃバランスの取れてて、はい、それこそすごい高いところまでバランスよく出すんですけども、うんうん、和声というか喋、うん、ってる時はいはい、曲の A メロの低いところとかは、うんうん、かなりこうなんかそうですよ、ね、若干しゃがれた感じというかそうですね基本的にその喋り声っていうのは割とこう喉を落としたような状態というか、はい、お前をみたいなこういう感じ こういう感じで、うん、ですね我が輩ははい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 こういう感じでそうですねあれは閣下の罠ですよローリングされますローリングされますでも、はい、ハイトーンの時は、うん、こう基本的にはですね、まあ、ハイトーンを出すと声帯をこう伸ばす、伸ばします。伸ばすんです。そうですね。くーっと伸ばしますから。ある。高いところまで、後ろまでですね、思いっきり引っ張っていってます。引
張りがめっちゃありますね。いや、ありますね。めちゃくちゃあります。しかも、綺麗に引っ張るんですよ。綺麗に引っ張るんですよ。引っ張り方がすごい、なんか、パントマイムみたいっていうか、こうじゃなくて、うん、こう引っ張っていく感じが。そうなんですよね。で、ちゃんと場所が分かってるんで、どっかにこう当たりながらこうガチガチしないんですよ。イライラ棒になってない。そう。スッて引っ張られるんですよ、ね。滑らか。わかりますよね。めちゃくちゃ分かるし、はい、それで何が起きるかっていうと、うん、はいはい。閣下の配当めちゃくちゃ高いところまで出るじゃないですか。はい、もちろん。で、そういう場合って結構起きがちなのが、はい、中音域苦手になる人多いんですよ。あ、そう。そうなんですよ。中音域っていうのは、うん、男性で言うと A4 とか、そう、A シャープ4とか、まあ G シャープとか、はい、まあその辺のことなんですけど、これがペラくなっちゃう人多いんですけど、閣下はちゃんとバランス取ってるんですよね。そうですね。例えばなんか、うん、みたいな。はいはい、はい。いやあ、ヘビメタの感じ、ね。ヘビメタ系の、はい、これ今どこかわかんないけど、うん、G とかだと思うんですけど、うんうん、これが強い人は、はい、やっぱ A とか弱くなっちゃうんですよね。そうですね。はい、その切り替わりのところが、ヘッド寄りにこうね、さ、こう行きすぎると、この転換器でコロっていっちゃう。そう。今の音域はこれでいいんだけど。そうなんですよ。あるあるなんですね、はい、やっぱりやっぱ声帯のその筋肉が違うので。そっか、そうなんですよね。その使い方がこうコロッと崩れてしまうことがあるんですよね、うん、グラデーションにしないと。そうなんですよね。いけないけど、閣下はそれが綺麗っていうことです。そうです ね。なのでやっぱり声帯を多方面で鍛えていくということが大事になるんですけど。そう、あるあるなんですね。そう、やっぱりそのね、閣下はこう寿命が長い、そうです、ね、思われるので、ね、その部分鍛えてらっしゃるんだろうな。その分ね、人類の日プラス10万年ぐらい。そういうことです。そらムキムキになる。そういうことです。そらそうだ。もう10万年の重荷を、そういうこと感じましたね、重みをね。そういうことですね。なるほど。っていうのが、まあ、閣下のすごいところというか、魅力的なポイントでございます。ここはまず外せない、まず1人目、閣下でございました。じゃあ、2人目、いきたいと思うんですけれども、XJAPAN のトシさん。外せませんね。すごいですね。ああ、すごい。すごいです。すごい。これまた凄さのベクトルが違います。うん。同じハイトーンなんですよ。そう。はい。めちゃくちゃ高い。高いっす。めちゃくちゃ高いよ。それがね、こう、またこう、調和しますよね。いろんな音楽と。確かに。そうなんですよ。やっぱ X のボーカルは、トシさんじゃないと伝わらないです。だから、あのなんだろう、哀愁というか、うん、めちゃくちゃ強いミックスなんですけれども、はい。そうなんですよ。なんだろうな。まあ、閣下が弱点のないハイトーンだとしたら、うんうん、トシさんに関しては、うん、僕タイトル言っちゃうと、儚さを兼ね備えたハイトーンみたいな、そういう感じですかね。いいですよね。そうです、そうです、そうです。これなかなかミックスボイスとか、うん、ハイトーンで感情表現するって難しいですよね。確かにそうですね。バランス、綱渡りですからね。そうなんですよ。ミックスボイスって、うん。そんな余裕がね、振れ幅がないんです。なくなりがち。それを、例えば歪みを乗せたりだとか、乗せますね。こう、ね、こうちょっと弱めにいったりとか、強めにいったりとか、うんうん、その変形自在さがね、このありますよね。めっちゃありますね。すごい、うん、コントロール効いてるんでしょうね。はい。トシさんのハイトーンっていうのは、繊細なんですよ。めっちゃ繊細。繊細なんですけど、うん、力強いんですよね。なるほど。それやっぱり、地声感があるというか。なるほど。ここに特徴があるんですよね。地声感なんですね。なので、こうロックの重厚なこの曲の中にも、うん、はい、まあなんていうか、ずっとシンと響くような。そっか。なるほど。かといって繊細だね。繊細。あのニュアンスも持ってらっしゃるんで。そういうことか。はい、これ僕ちょっと思うのは、はい、ミックスボイス、男性のミックスボイス、はい、ハイトーンに関して言うと、なかなかですね、まあ、話し声のようにはいかないんですよ。例えば、歌う時のこの発声なので。はい、ところが、まあ、トシさんに関して言うと、こう、話し声の延長線上にこうあるような。確かに。だから、この、エモーショナルがこう乗るのかなっていう。確かに、確かに。振れ幅つけれる。はい、はい。そっかそっか。うん、いや、すごいな。じゃあ、地声もちゃんと強くあって、そうです。そこに裏付けされた力強さもありながら、うん、まあ、だからこそその繊細さにも触れて、そうです。みたいな感じで、でも、かつ、小回りが効くんですね。うん、だから、基本的にはもう超地声型なんじゃないかなって気がします。なるほど。もう話し声にも、こう、あるような。話し声型っていう。地に足、めちゃくちゃついてる。なるほど。裏声感みたいな感じで捉えてる人ももしかしたら、トシさんの声質上、多かったと思うんですけど、はい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 、地声型っていうところっていうのは結構、目から鱗の人は多いかもしれない。そうですね。うん、まあ、裏声でこう、ささやかな感じっていうと、なかなかこう、ね、あの、XJAPAN曲だったりすると、うん、ちょっとニュアンスが外れるかもしれない。ですね。それは思います。うん、そうか。それがなんか、なんとなく違和感として感じることが多かったんですが、やっぱじゃあ地声感が少ないと、やっぱもう突き抜けた感じというか、出ないんですよ。っていうことなんですね。はい、うん、まあそんな感じで、外せないトシさん、はい、以上でございますけれども、はい、続きまして、3人目なんですが、はい、これ、TM レボリューションの西川さん、はい、これ、いいっすか、はいはい、
ハイトーンなのって思う人多いと思う。なるほど。めっちゃハイトーンだからね。ね。みんなピアノ叩いてないんですよ、ね。そうなんですよ。声質聞いた感じでは、ちょっと違うじゃないですか。うん。って思っている方もいらっしゃると。間違いない。めちゃくちゃハイトーンです。太さを兼ね備えたハイトーンですよね。間違いないですね。ハイトーンに要は聞こえない。うんうんうん。と思うんですよ、うん、平気であの人、うん、C とか、うん、C5 ねとか出すし、そうです、うん、もう下手したら多分 D とか E とかも、うんうん、あの物によっては出してらっしゃるんですけど楽々ですよ出してるんですけど、はい、あれなんでなんですかあれはですね、なんでですかその、まあ、ミックスって言うんです、はい、例えば鼻感が強くなったりとかなるほど喉がクッとね上がってしまったような声質になる方も多いんですよそうですねそうなんです、私です、うん、のぞずみ型ミックスみたいなのがこう思われそうな違うんですね全然違うんですよないです違います怒られためっちゃ怒られた西川さんそんなことじゃない怒られそうこれだとヘナ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 ミックスになっちゃうなるんですけど喉が広くない、はい、西川さんに関して言うと、うん、もうあの喉ガバッて開いたようなやばい卵2個ぐらい入るそうですね本当にもうだから太いんですよでハイトーンって細くなるんですよそうなんですよそれがならないですならないそうだからもうあの聞き手としてはですね、はいこれなんだそうなんです。ハイトーンに効かせないというか、もう、ハイトーンなんだけど。むしろ開けてるまでありますよ。まあそうですよね。高いまで行くとね。くーうん。だから、くー狭いですよね、これね。凍えそう。凍えそうな。ね。ね。季節に君は、愛をどこに言うの。何度だっていいから。カラオケになってますね。全部使ってますね、はい、ような感じだし、うん、それゆえ、うん、めっちゃ口でかいっすよねだから楽器としてね、うん、ここ全部使ってるっていうかそうですね、うんはい、これあの視覚的に分かりやすいところかと思います、ねうんうんうん、そういう意味ではこうライブ映像なんか見ながら、うん、そのどのぐらい開けてるんだろうかで中の開け方も想像してほしいあそうですねみんなここだけにこう注文すると、うん、あ口をこうパクって開けたらいいのかなああそう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 そっから全部開いてるんだ全部開いてる、うんうん、って感じに石川さんは、はい、やっぱその今ね3人目ですけれども、うん、太さっていうところで、はいはいまあ、他の皆さんも太い前提なんだけれども、うんまあ、特にっていうところで特筆してっていうところでまたちょっと違う色があって、はいはいはい、面白かったなというところなんですけど、うん、じゃあ視点のラストはいいいですね石川さん文句なしですねいやー入るでしょ、はい、入れなあかんでしょこれが日本のロックだと間違いないです。これが日本のハイトーンだと。もう、井上さんは、もうね、フィジカルお化け。そうです。とにかく。はい。フィジカルお化けハイトーンなんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。超人なんですよ。いや、マジ超人で、はい、あの、まあ、井上さんのファンの方はもちろんですけれども、うん、井上さんの歌を聴いたことない人って、まあ、そんなにいないと思うんですが、うん。いや、もういないでしょ。まあ、もはやね、国家だと思うんですよ。国家ね。マジで。と思うので、君が代ぐらい聴いてると思うんですけども、うん、そうですね、はい。なんだろうな。やっぱまあ、ある種特徴的じゃないですか、うんうん、もうすごく、うん、で、あれを真似しようと思って試みて敗北していったら、はいうん、人類がいっぱいいると思いっぱいいますいっぱいいると思っててそんな近場に我々とも来ますからねそうですねどうなんですか囲まれてくるんですねいや、いらっしゃいませってそれ全然いいんですけれども、はい、あれはね、あの、まあ、僕トレーナーはいお師匠様、まあトレーナーもやられてますがからしても異常ですよ、うん、そうですねいきなりラスボスに挑んではいけないやつですそう、お手本なんですけど、そうです。ある種、うん、お手本にしちゃいけない、まず。そうです。何もかもが、はい、いい意味で、はい、自分のものになっている。おー、なるほど。まあ、個性的というか、その、他の追随を許さないっていう。それって時代背景もありません？あるんじゃないかなと思うんですよ、俺は。で今でこそみんな、うんうん、そうですね。ノウハウがそこそこやっぱりあって、はいはいこうやっていくとみんな高い声もちろん出ますし、うん、必ずみんな出るんですがそうです、ね、ただまあニュアンスを、ね、一旦みんな揃うところがニュートラルなところで、ねうんまあ、それは僕も大事なことだと思ってますけどそうするとねってその喉の負担はね、はい、最小限になりますしいろんな歌を打てるようになってくる、うん、でそこから個性をつけていくと全然いいと思うんですが、はい、ただやっぱりその、まあ、この80年代90年代この黄金のね日本 の, このロックシーンの中において、はいこのまあ、稲葉さんだけじゃなくて、はい、今回紹介させていただいたアーティスト全員が、うんそのまあ、ノウハウを突き抜けてというか現場の中、ライブの中あるいはその練習の中で自分のやり方を見つけていったというかいやそう
なんかそのご自分の個性を先行して組み立てていったパターンというか、うんうん、そうです。今の時代っていうのはその基礎を一回組み立てて自分の色を後付けするっていうのが主流のスタイルだと思うんですけども、そうじゃなくてやっぱその時代的にそれがないから、そうです、ノウハウがないから、はい、その個性を残させざるを得ない、勝手に残っちゃう。でその上でその基礎の部分が後からついてきてるんですよ。そうですね。みたいな感じで、はい、もう猪俣さんのスタイルで、うん、通常の人類が歌い続けたら、めちゃくちゃ、まあ、簡単に言うと疲れるというか。そうですね。いや、難しいと思います。しんどいと思いますよ。ほら、ハイトーン続きますから。続くし、はい、あの喉のポジション、うん、声帯の形を、で、ずっと行くじゃないですか、うん。ライブもするじゃないですか。します、ね。とんでもないんですよ。とんでもないです、ね。で、はい、もう体バキバキになるというかね。そう、体が全身を使 う全身運動だから、まあ、それこそ、まあ、僕大谷翔平君が好きなんですけど、はいすね、選手がね、うん、大谷翔平選手ってどうしてああいうフィジカルを使っていってるのか、はい、プロ野球選手からしても分からないみたいに言われてするじゃないですか、はい。まあ、そういう意味ではまさにそういう、まあ、シンガーの方からしてもおそらく、うん、まあ、稲葉さんのような、ね、超人的な使い方というか、うん、まあ、上級を、まあ、超えてるというか超えてます、ね、超えてるというかね、理解の範疇を超えてます、はい。もちろん発声に関して言うと、そのメカニズムはもちろん人みんなね、同じ声帯ですから、はい、あのしっかりね、まあ、呼吸を使って、そして声帯を振動させていくっていうこと、うん、その基本はもちろん変わりはないんですよ。はいはいはい。セオリーセオリー、やっぱしてないですよね、その個性を優先、優先してるだけじゃないと思うんですけど、はい、結果的にやっぱりその、効果目立つ部分があるんで、セオリーセオリーしてなくて、それこそ、西川さんのこの、喉をすごく開く感じとかって、割と教科書的、ある種、ある種、よく言われるじゃないですか。はいはい。でも稲葉さんって別にそうでもないと思っていて、うん、別に喉が閉まってるって意味じゃないんですけど、はいはい、ポジション結構高め狭め、うんうんうん、な感じじゃないですか。そうですね。そうですよね。呼気も結構強いですよね。あ、呼気も全然強いし、やっぱこれはお医者様から見ても結構特殊というか、まあそうですね、やっぱりその、まあ、声帯もそうですし、その声帯以外の筋肉もですね、何かこう発達してらっしゃるというか、まあ、特に、まあ、あのそうなんだ、歌ってる時とかって、まあ、あのライブジムに、ね、はい、行った方ならわかると思うんですけど、あ、はいはいはい、あの安定してるんですよ。なるほど、なるほど。しかも、まあ、棒立ちで歌うわけじゃないですから、はい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 、ドームね、ドームを駆け回りながら歌うんですよ、ハイトーン。はい、すげえ。もうあれはですね、まあ、人類のトップです。そっか、総合力で、総合力で、ね、やりきってるんですね。先ほどの西川さんに関して言うと、ハイトーンを出しながら、要するにその声帯を合わせていきながら、はい、その喉の空間を広く使えるですね、パターンですが、うん、今回の稲葉さんはまた少し違うパターンです、ね、はいはいはい、声帯をピタッと閉じていきながら、はい、この喉を上げていくという、そうですよね、で、この一番とんがるところ、いわゆるハイラリンクですね、はい、でそれはですね、まあ、悪い悪いって言われるような、まあ、あのシチュエーションもあるかと思うんですが、うん、稲葉さんに関してはこれは完全に自分のものにしてます。そうですよね、完全にね、完全にね。ちょっとじゃあ歌って実践してみると、あ、ぜひぜひ、はい、西川さんの喉を広いパターンで、パターンね、まあ比較として、ビーズの例えば、今夜月の見える感じです。歌ってみますと、お、手をつないだら行ってみようよ、うん、これですね。そうですね。こういう風に歌ってるわけではないですね。そうですね。そうですね。そうですね。あの、そう、あの誇張バージョンが、うん、デフォルメはしつつですけど、そうですね。そう、こういう感じ。はい。ですね。はい。からの、からの、稲葉さんに関して言うと、はい、手をつないだら行ってみよう、ね、これ、シャウトとすごい相性いいですね。そうなんですよね。シャウトもしますから、稲葉さん。そうですよね、はい。やっぱ全然音色違いますよね。はい。つんざく感の音色が増えてるんで、はい、ここ比較で聴いてみたりとかしてもらって、はい、まあ練習の時に説明してもらうと、はい、結構いいかもしれない。はい、ということで、はい、以上4人。我々の独断と偏見 で、ね、はい、言ったんですけれどもね、はい、視点の、ハイトーン視点のということで、まとめて、はい、それぞれの特徴だとか、はい、我々の熱量を持って、そうですね。愛を持ってちょっと語ってしまいましたけれども、はい、我々は、ね。楽しかったです。楽しかったです。はい、ただただ。お酒があったらもうこれ、居酒屋。確かに、はい、尺がやばいことになるんで、それはやらないんですけれども、はいはい、あの、いかがでしたでしょうかね。はい、あの、面白いポイントなんかもですね、はい、お医者様の視点とボイスレーナーの視点であって面白かったなという方は、ぜひ、高評価とか、はい、していただけると嬉しいのと、あとこれやっぱその、ね、さっきも言いました通り、独断の偏見で選ばせてもらったんで、うん、これが私が、そうですね。私にとっての、俺にとっての視点の、そうですね。うん。まあ、あるいは好きなハイトーンアーティストだっていうのは、ぜひそのコメントで教えてもらって。教えてもらいたいです。そう。もうなんかそれで打順組みたい、むしろ。そうです。まだいますか？まだいますか？
我らが日本には、ね、いやいっぱいいるんで、誇れるアーティストいっぱいいるんで、そうなんですよ、いっぱいいるんで、それぜひコメントで書いてほしいですね、はい、うん、っていうところでですね、はい、チャンネル登録もお済みでない方はぜひこの機会に、よかったらよろしくお願いしますと、お願いします、ということで今日はリーセさんのお迎えして動画撮ってまいりました、ありがとうございました、はい、バイバイ。